問題です。今僕は何角形でしょう。外れー。正解は六角形でーす。はい、どうもわらです。いや、もう出落ち感がやばい。もう出落ちしかねえもんこれ。今回はですね、マインクラフトの世界が六角形になるっていう、モッドでちょっと遊んでいこうと思います。このね、モッドね、なんかモッド探してて、あ、これ面白いなと思って皆さんにちょ今回はね、紹介していきます。マインクラフトって基本的に、四角形なんですよね。まあ、四角いブロックなんですけど、それを無理やり六角形にして、こんな感じになっちゃった。こんな感じになっちゃったんだよね。ちょっと、すごいよね。今回はですね、まあ、見て面白いものを紹介しようかな。鶏とか結構ね、面白いんで、この辺を見てもらっていきましょうか。で、ちなみにね、なぜか、ブロックはね、全部四角です。なんでだよって思うよね。え？そこ六角形じゃないの？って思うんだけど、なぜかブロック系はすべて四角いです。なのになぜか、なんかチェストとかもなんか六角形なんだよね。不思議。エンダーチェストもちゃんと六角形なんだけど、なぜか、ブロックは四角形っていう、まあ謎仕様です。じゃあ試しにね、このチェストを見てみますか。いきますよ。はい。まあこんな感じにね、もちろん見た目は六角形。で、開けると、まあ、こんな感じ。普通に六角形のものが六角形に開くみたいな、そんなわけですね。で、同じようにね、シュルカーボックスもね、六角形です。いつもはなんだっけ？あれ、四角だっけな。それも同じように、こんな感じ、ほら。結構、シュルカーボックスとチェスト自体はね、六角形でも全然いいと思いますね。これは、見た目が特に面白いわけでもなく、ちょっと、おしゃれっちゃおしゃれかな、使い方によっては。こうやって、重ねていき、うわぁ！すげぇ！待って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 。今気づいた。これ土管じゃん。ドゥドゥドゥ。でででででで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 。でほら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 。土管だ。土管になった。すげぇ。これ面白いな。あ、これ結構いいかも。この形。しかもなんかちょっと竹っぽいよね。竹筒っぽくて。おしゃれですね。でもここまでは全然いいんだけど、次、行くのが、ベッド。まあ、ベッドもね、まあ、悪くはない。悪くはないけど、まあ、これを六角形にする上だったら、ブロック六角形にしろっていう。とこだよね。で、次がですね、これもう、これはね、マジでダメ。ボートなんだけど、なぜかね、この隙間がね、なんか、空白になっちゃってて、水に入れるとね、浸水しちゃうっていう、もう致命的な欠陥を負ってるんですよね。こっからすごいですよ。じゃあ行きます。村人、ぽい！よ、村人。こっち見て、村人。なんな。顔がでけえんだよ。無理やりさ、もともと四角形の面積を六角形にしちゃったからさ、もうこの顔面をギュッてしちゃったから、もう、ねえ。こんなことになっちゃうんだよね。写真撮っとこう。いやー、これは癖強いなぁ。あー、面白い。で、羊がね、ぽいこんな感じです。ちょっとムキムキに、ちょっとムキムキになっちゃったね。筋肉質になったんだよね。いつもより。羊が。ちょっと強そうっていう感じ。で、同じように豚もね、六角形になって。まあね、こう、豚に関してはまあ、まあ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 、いいかなっていう感じ。で、鶏が、あ、鶏も思ったより普通だね。あ、鶏まで全然いいわ。かわいいかわいい。いいねいいね。やっぱあれだね、村人がひどいな。俺もさ、あんま言えねえけどさ、
これさ、スキンによってはさ、多分すごいよ。俺多分まだマシだと思う。顔がまだ普通だからさ、ちょっとなんか特殊なスキンとかの人は多分すごいことになると思うな。いや、すげえ。この発想はなかったわ。はい、というわけでね、今回はこんな感じ、ちょっと面白いモッドをね、ちょっと紹介してきました。バージョンは 1.2 だけですね。本当に最新のやつですね。じゃあ今回はこの辺で終わりにします。また次回終わりにお会いしましょう。バイチャッブスやなぁ。